こんにちは。今回は三角形の面積を求める問題です。問題の内容を確認しておきましょう。面積が5平方センチメートル、20平方センチメートルの正方形が隣り合っています。この時、斜線部分の三角形ですね。これの面積を求めてください。こういう問題になっています。では今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきますね。元の問題は正方形の面積、ここが1平方センチメートル、これが4平方センチメートルでした。そうするとね、正方形の一辺がすぐ分かってしまいます。ここが1センチ1センチの正方形で、これが2センチ2センチの正方形です。だったら斜線部分の面積簡単に求まってしまいます。分割するか全体から引くかです。この線で分割して三角形に分けて全部底辺と高さが分かりますよね。そうやってそれぞれの面積を求めて足すか、もしくはこういう大きな長方形ですね。縦2センチ、横3センチの長方形からこの三角形3つですね。これを引く。こういう方法でできてしまいます。じゃあもうちょっと変えて、これの面積が2平方センチメートル、8平方センチメートルだった場合、これはそれぞれの正方形の対角線の長さですね。こことここの長さっていうのを出すことができます。これが2平方センチメートルだったら、対角線かける対角線割る2が2ですよね。この対角線2センチ。こっちは対角線かける対角線割る2が8だったら、これの対角線が4センチ。ここ45度、ここ45度なんで、これ直角三角形なんで、2かける4割る2で4平方センチメートル。こういう風に出すことができます。今回面積5、面積20にしてみました。一辺の長さも対角線の長さも小学生には簡単には出せないです。じゃあこれどういう風にしていくかなんですけども、この5平方センチと20平方センチっていう面積の面積比に注目していきます。5対20。これ簡単にすると5で割って1対4ですね。これ面積比なんですけれども、面積比っていう風に出てくると、正方形同士っていうのは同じ形、相似な図形ですよね。相似比っていうのも考えてみたくなります。相似比を2乗したものが面積比ですよね。1対4っていうのは、これ1かける1対2かける2です。この正方形っていうのは、この正方形の長さですね。これを2倍にした図形になってるんですよね。じゃあどういうことがわかるかって言いますと、ここの長さ、1、1、これに対してこっち側の正方形ですね。辺の長さが2、2とわかります。そうすると、ここにできる四角形。さっき、大きい長方形から、これを引くときに、こういう線っていうのを考えたんですけど、ここにできる四角形っていうのは、縦の長さ。これが、20から10引いて、縦10です。横の長さ、10なんで、ここにできる四角形ですね。これ、正方形になります。っていうことはですね、これさっき、ここ45度、45度で直角三角形って言いましたけども、正方形で対角線を引いたら、ここの角度45度になるんですね。この正方形についても、ここで対角線引いています。はい、ここ45度ですよね。ここも45度ですよね。この線とこの線って平行なんです。じゃあ、この三角形って平行な線に沿って、頂点ですね。ここを底辺と見たとき、頂点を等積変形していって、こんな形ですよね。この形に移すことができます。これって大きい方の正方形の面積の半分になってますね。大きい方の正方形、20平方センチメートルです。だから、斜線部分の面積、20÷2。これで10平方センチメートル。こういう風に出すことができますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。